ちは。こんにちは。三浦さん。なんだ。見てください、この悲しい顔。そんな悲しくない顔。悲しい。悲しい。その通りの顔。はい。だから、その11連敗でしょ。そうです。ヤクルトが。だから俺言ってたの、交流戦の前までに、ヤクルトは故障者がいるからきつくなるよって。はい、言ってましたっけ言ってましたっけ言わなかったっけドラミちゃんじゃなかったえドラミちゃんじゃなかったドラミちゃんも言った違う交流戦の前までの戦い方だよ言ってたでしょ俺言ってないかまあそれちょっと動画見返してもらいましたけどまあね11年代ということで、まあデータをこの前ちょっと調べたんだけどやっぱ打てない、はい、平均得点が 2. いくつなんだよ厳しいですねでまあ中日戦の最後8点間取ったからちょっと上がったかもわかんないけど3点いくつで、はい、上がったかもわかんないけど失点がね 5. 何番あるんだよそれはやっぱ勝てないよな1試合平均2個ぐらいエラーがいややっぱそれがやっぱ結構言われてますね、うん、それでエラーが必ず失点に結びついてるというさすごい悪循環なんだよねでみんな一生懸命やってんだよ、はい、だけどまあこういう時期もあるただやっぱ野球っていうのはさピッチャーが頑張らなきゃいけないじゃん勝敗の7割をこう決めるという、まあ、特に先発ピッチャー、はい、俺一つのアイデアがさこうオープナーやったらどうかなと思ったおおここで話題のだから先発ピッチャーはどこに差し込むかっていうのは分からないけどもうとにかく1イニングずつつないでいくつなげるところまで、はい、もう1イニング死に物狂いで投げてくれと、うん、この連敗を脱出するのにってそういう時に俺オープナーっていいんじゃないかなと思うよこの段階だからこそやってもいいかもしれないですよね、うんまあ、一つのアイデアとしてねで先発ピッチャーだけは3イニング頼むって3イニングだけ頼むってなるほどでその順番はさもうピッチングコーチと考慮して、まあ、誰がいいかって言ったら五十嵐がやっぱ運持ってるから、はい、いいですからねもう先発もう1イニングで切っていく、はい、そうやるしか俺ないんじゃないかなと思うよとりあえず点を与えないということが一番だから、うん、そのスペシャリストたちが後ろに回ってるわけじゃないそうですね中継ぎって、はい、いやそしたらもう頭持ってきてもうとりあえずもう何回まではもうオープナーでいい、うん、その後もう先発ピッチャーに託すみたいな最近バッティングも良くなってきたしさいいですよね、うん、ヤクルトが触れてきたしあまあそういうことを一つのアイデアとしてやってもいいのかなって思う、うんまあ、なんかあの3者連続でホームラン打って負けんのかって感じでしょまあそうそうただそのみんなのやる気は感じんだよねただやっぱ逆転された時の落胆それの表情に抜かれてたけどテレビとかでおそらく今日もダメなのかってそうじゃなくていや今日は絶対勝つというさもう毎日信念のもとでやってると思うけどより強い気持ちが大切かなと思うね村上選手とかの使い方は一回外されたよね、はい、どうすかどうしたらいいの、うんまあ、サードでエラーしてるから一回外したんだと思うけど、はいまあ、小川監督曰く守備に負担があるんだよねまだ不安があるしって、はい、だからベストはファーストなんだけどとは言ってたおで次の日ファーストで使ったりとかもしてたんだけどね、はい、まあ何をやっても機能しないっていう、うん、でも、まあ、青木が言ってるように晴れない日はないだからまあそれを肝に銘じて今日は絶対みんなで快晴にするんだという気持ちが大切かなもうは持ってるとは思うよ、はい、持っててやってるよあの石川が打たれた時もうほんと悔しそうだったしさなんとかしなきゃいけないっていうのが一人一人あるんだよあるけどもそれが空回りしてるというねファンの皆さんも結構あったかいですよねいやあったかいよ連敗してる中でも全然もう一緒に戦おうとしてくれてるしだからそれはすごくあのスタンドをこうカメラで抜いてもねそれはもう伝わってくることがまあだけどやっぱ何をやってもうまくいかない時ってあるじゃないだけど必ず光は差してくるからでも一つ勝ったからってこれで勝てるかじゃなくてもう本当に強い気持ちを持ち続けないとこれは厳しくなるよね、うんこれから前向きに行こうみたいな BGM も入ってきましたこっから頑張れとヤクルトこれはエールですよねこれは、はい、ヤクルトスワローズへのエールですこれはもう勝ったんじゃないせ
選手じゃないですか、これ。ヤクルトの選手じゃないですか、これ。ヤクルトの選手かもわかんないな。いや、このぐらいのノリで言ってほしいな。そうですね、もう。確かに、こんぐらいやっぱり、ね、やってほしいですよ、もう。やっぱね、仕事の雰囲気って、仕事の場ってさ、やっぱ明るい方がいいしさ、そうですよ、ね、いくら負けたって、こう、元気を出すっていうことはできるじゃん、はい、だからもう前向きにね、はい、これからもやっていってほしいと思う。これバレンティンじゃないですか。かもわからんね。